みんなで正義について語り合いましょう。イビルスとの戦いも佳境だし、もう一度初心に立ち返るの。そんなこと言われてもな。いいからいいから、まずは正義についての定義だけど、みんなどう思う？定義か。無償に基づく善行がすなわち正義だっていうのが一番簡単だけど。でも目的のない善行なんてただの自己満足と変わらなくない？いいえ、目的があるならそれは打算になるわ。真なる正義とは程遠い。正義に真なるとか真じゃないとか持ち出したらキリがないと思うんだけど。いや、私たちが誓う正義の剣と翼はもっと崇高な。出た、リオンの頭でっかち。頭でっかちとは何ですか？頭でっかちだからそう言ったんです。そうですね。結局のところ正義など都合のいい道具でしかない。大義名分を得るための武器、暴力を正当化する色のない旗だ。かぐや、あなたはまたそのような。あら、どこか間違ってまして？ああ間違っている、訂正しなさい。お前ら飽きねえな。やっぱりやめましょうこの話題。神様たちに聞いたって答えが出ないんだもの。私たちが悩んでも無理無理。はあ？正義って誰でも語れるし、逆にその名を語ることだってできるでしょ。だから私たちは正解を探すのではなく、偽物の正義をやっつけましょう。偽物の正義を？そう、偽りの正義が消えればそこには調和と秩序、そして笑顔が生まれる。それがきっと私たちアストレアファミリアの求めている正義なのよ。正義は背負うものじゃない、いつか押しつぶされてしまうから。ましてや振りかざすものでもない。そんなもの悪意の押し売りと一緒だもの。正義は秘めるものよ。ふん、今日もみんな私の正しさにひれ伏したわね。さすが私。こいつ自分で焚きつけて最後勝手に納得したぞ。殴りたいわあの笑顔。ノアヒール。よかった。ですが感知できたわけではない。クラネルさん、やはりこの魔法はあなたのために使うべきだった。冷静に考えてそれが最も。それは何度も話したじゃないですか。リュウさんが一人で歩けた方が結果的に僕の負担も軽くなるって。ですが平行線ですね。
私もあなたも強情だ。改めて現状の確認をします。迷宮の様子から見て、ここが37階層、ホワイトパレスであることは間違いないようです。ですが、我々が階層のどのエリアにいるのかは把握できません。どちらに進めばいいのかすら不明です。装備もアイテムも不足しています。真相のモンスターを相手に探索を続けるにはあまりにも心もとない。加えて互いのこの傷と疲弊した体、ポーションもなく治療もろくに行えません。私のマインドが続く限り、だましだまし回復魔法を使っていくしかない。下手に動くよりここで救助を待つ方がいいんでしょうか。あまり期待できません。ここが正規ルートから外れているのは確かです。真相に遠征しているファミリアが偶然立ち寄るような場所ではない。仮にクラネルさんの仲間が私たちの足跡を掴んだとしても、彼らだけでここまで来ることは不可能だ。そうですよね。それに27階層の混乱が収まらないうちは、捜索クエストが出ても誰も引き受けはしないでしょう。ここにいてもいずれ彼らのようになるだけです。何があってもベルフ様にモンスターを近づけさせない。いいですね。始めるぞ。ダンジョンで武器を撃つなんて馬鹿げてやがる。モンスターにでも嗅ぎつけられたら。今さら弱音を吐くんじゃないよ。けどよ、この状況で魔剣一本作ったところでどうなるわけでも。どうにかなる。あいつが命がけで作る魔剣ならこの状況を打破できる。これが生き残るための、ベル様を助けるための唯一の方法です。どうせ拾った命だろう。生きて帰りたきゃ一秒でも長くその盾を構えてな。チッ、ラビットフットの仲間はどいつもこいつも。キアだ。ヘルカイオン。どうにでもなりやがれ。これがアダマンタイト。ふざけろ。俺の腕じゃ足りないってのか。現状の認識を踏まえて、ここを出て我々が目指すのは36階層へと上がる連絡路です。36階層、仮想ですね。はい、真相で最初のセーフティーポイントは39階層。2階層を降りてそこに向かうよりははるかに楽かと。無論たどり着いても安全とは言えません。ただ仮想には水や木の実、果実もあります。生き残る確率は跳ね上がる。この真相に比べれば仮想はまだ我々に優しいということです。でもここから連絡路に向かうルートははっきりわからないんですよね。はい、道中はおそらく過酷なものになるでしょう。ここからは行動の選択一つ一つが生死を分けます。魔法も多用はできません。
極力命をつなぐ使い方をしなければ。はい。加えてこの階層を進むためには装備やアイテムの補給が必須です。可能であるならばミスも。でもどこで。リュウさん、彼らの装備を剥ぐ。リュウさん、どういうことですか。補給のために屍の装備を剥いで私たちが使うと言っています。待ってください。死体を荒らすなんて。ダンジョンに敗れた先人を利用する手段など選んでいる場合ではない。女性の方は私がやります。クラネルさんは彼ら。なエリフが平気でこんなことできるわけがない。生き残るために、僕のために。ごめんなさい、僕は生きて帰りたいんです。これがダンジョンなんだ。これが冒険者なんだ。今からする覚悟はただの詭弁だ。でもせめて言わせてほしい。僕らはあなたたちの分まで生きる。許してくださいとは言えない。だけどあなたたちの力を借りて、僕らは絶対にこの真相から脱出する。必ず地上に戻りますから。これで一通りですね。はい。一番の収穫はこれでしょう。地図ですか。はい、書きかけですが、かなり広い範囲でこの付近の状況が記されています。彼らの無念は推し量ることもできないが、これは私たちの大きな助けになる。行き止まりのルートが分かっていれば無駄足を踏むこともない。そうですね。ここが今いるルームだとして、リュウさんはこの迷路が階層のどのあたりなのか分かりますか。いえ、37階層は広すぎる。その規模はオラリオとほぼ同等です。少なくともここに書かれている範囲には見覚えがない。だが真相には何度も足を踏み入れている。正規ルートの記憶は残っています。じゃあ、ええ、この地図を頼りに進み、仮にダンジョンの正規ルートまで出ることができれば、私が連絡路まで案内できる。指針が見えましたね。はい。何が必要になるかわからない。彼らの荷物はできるだけ持っていきましょう。どうかしましたか。いえ、食料がまだ残ってたのにどうして全滅したのかなって思って。ポーションも底をついたわけじゃないですし。モンスターから毒を受けたのかもしれません。そうか、解毒薬がない。おそらく彼らはここを拠点に生還の道を探っていたのでしょうが、ついに手持ちの解毒薬が尽きた。全身に毒が回り動けなくなった二人は最後の一人に望みを託した。だけど最後の一人も真相の闇と孤独に耐えきれなくなって。クラネルさん、これはファミリアの暖気。はい、もう判別もできませんが、遭難した彼らには他に地図を書き記す選択肢もなかったのでしょう。ん？何か書いてます。申し訳ありまれ様、ごめん母さん、帰れなくて。リュウさん、この旗は絶対に地上に届けましょう。この人たちも一緒に帰らないと。
ここで魔剣を仕上げなきゃならないってのに。やっぱり無謀な賭けだったのか。ダンジョンで火事をする、前例のないことに興奮して自分に酔ってただけなのか。できもしないことを言って仲間に命を預けさせたのか。俺はもう一度聞くわ。あなたの炎は燃えている。燃えているさ。こんなにも燃えているのに、力も技も職人の誇りも全て注いでる。なのに。本当が？クロッツの連中は言ってたぜ。鉄の声を聞け、鉄の響きに耳を貸せ、土に思いを乗せろってな。黙れ。クロッツがなんだ。俺は今ここで魔剣を打たなきゃならないんだ。なんでだ。なんでお前は土を振る。武器を打つためだ。じゃあどうして武器を打つ。生き残るためだ。違う。俺が聞きたいのは、お前に必要なのはそんな答えなんかじゃない。お前は誰のために武器を打っている。エリス様の魔剣ができるまで死守してください。分かっている。お前ら最後に聞くわ。あなたがそうまでするのは何のため？友のため。そうだ、なんで忘れてた。こんな当たり前のこと。俺が武器を撃つのはベルとあいつらのためだ。わからねえけど、まだ戦いちまう。ああ、わかってる。どれだけ威力があっても、今までと同じ魔剣じゃダメだ。魔剣は必ず壊れる。魔剣とはいつか別れが来る。だったら今ここで、魔剣を超える魔剣を打つ。絶対に壊れない魔剣を。それじゃあ、うちの椿もダンジョンに向かったのね。うん。誘ったのはナーザ君たちだけどね。援軍は一人でも多い方がありがたいし。まあ状況が状況だもの。それに関しては了解したわ。私が止めたって椿は行くでしょうし。でもう一つの要件は？ああそれなんだけど、遠征で物入りなんだ。ベル君のナイフの借金今月分は勘弁してくれ。ダメよ。当たり前でしょ。あのナイフのおかげであの子は何度も命拾いしているはずよ。あなたにとってあの子の命はそんなに軽いの？そんなはずないだろう。だったら払いなさい。あなたの覚悟と意志を変わらず示すために。目指すべきは神の刃。あの人が、神が撃った至高へと至る武器。待ってろベル、俺はお前を一人なんかしない。絶対に隣を歩く。いや、俺はお前だってヘファイスト様だって追い抜いてやる。だから俺は出せたな。おい、どうすんだこれ。
俺の魔力だけじゃ足りない。手伝ってくれないか。え、はい。始めるぞ、今から。思考カズキ、完成した。この魔剣は砕けない。使い手と共に歩み、最後まで運命を共にする。これが夢の最後のお告げ、日輪の灯火。これが始まりだ。俺の高みに上り詰める挑戦の第一歩だ。預かったお前らの命返すぜ。行くぞ、ベルを探しにな。知らないものばかりの世界で、物音一つにも怯えるのに、この目を塞いでもまぶたの裏に浮かんでしまうほどの君だ。数えきれないほどの切り傷がついて、透明じゃなくなったガラスみたいな僕の次回、ホワイトパレス。